今日はですね、イギリス版 OPT 説明会というところで、OPT って名付けているところなんですが、これアメリカの、いわゆる働ける権利、オプショナルプラティカルトレーニングのイギリス版というところで、わかりやすく説明してるんですが、これ名付けているところで、今回は紙くらいで説明したいと思いますと。で、さらに、ハルトの、ロンドンのキャンパスのね、そのロンドンの魅力ですとか、たっぷりお伝えしたいと思っております。で、早速ですが、東京ロンドンキャンパスなんですが、まず場所がですね、ロンドンの市街って、なんかゾーンが分かれていて、ゾーン1からゾーン6まであって、で、ハルトはもちろんゾーン1という、いわゆる、都会になりますと。例えば、大英博物館から歩いて12分で行けたりとか、2つ目のセントポール大聖堂も歩いて20分。これがですね、例えばいわゆる、ウォールストリート、ロンドンの金融街まで歩いていける距離になりますと。で、さらに、ビッグベン。これは、いわゆる、イギリスの、ロンドンの象徴ですね。時計台。まあ、でも、地下鉄で22分で行けると。まあ、そういった場所は、ハルトのキャンパスは、ロンドンのみならず、場所は非常にいいところなんですけど、もちろんロンドンも、こういった中心地にありますと。いうところですね。さらに、ロンドンの魅力として、主に3つあると思っていて、1つが、意外と皆さん、ご存知ないと思うんですけど、結構ロンドンって今、スタートアップの機運が高まってきていて、なんかデータだと20万の会社が、のスタートアップがもうロンドンに本拠地を置いて、もう今まさに勃興していると。そういったデータがあるぐらい、ロンドンはスタートアップを盛り上がっている。で、さらにロンドンってもちろん国際的な都市なので、なんかロンドンの市民も、でも意外と海外から来ていて、そのロンドン市民の4割がもう海外から、いわゆる移住してきた方ですと。まあ、そういった国際的な都市にもちろんなっている。で、さらにロンドンってもう言わずもがなヨーロッパの中心になっているの。例えば、ファッションとかデザインとか。あともちろん金融ですね。ロンドン証券取引所ももちろんあったり、例えばバーバリーとかそういったブランドの本拠地でもあるので、そういった場所で学べてネットワークできると。というのが、ロンドンの魅力かなと思っております。まあ、そういったロンドンで働けるということを今日のテーマなので、じゃあどうやってじゃあロンドンで働けるようになるかというのを、次のスライドでまとめているんですが、それからですね、新しく、イギリスのグラジュエートルートというのが、今年の7月1日からスタートします。で、冒頭した通り、これイギリス版の OPT ですね。OPT というのはアメリカで、大学卒業した後に1年間、ない3年間まで働ける。で、そのイギリス版が、今年からスタートします。これ実はですね、昨年の夏ですかね、イギリス政府が発表したもので、で、とうとう今年からスタートします。で、わかりやすく言うと、卒業した後ですね、2年間、就労許可を与える。なので、学生ビザで皆さん勉強されて、その後、卒業した後に2年間。その間は、行ったり来たり、どの企業に転職してもいいですし、自由に働くことができるというものですね。で、具体的に見ると、今年7月1日以降、イギリス学士号、修士号を卒業した方。これはどの、学部、どのディグリーでも構わないです。学士号、修士号を卒業すると、2年間までの就労期間、ビザが、イギリス政府から、おりますと。ところですね。で、この背景として、イギリス政府がですね、打ち出したのが2030年までに、留学生を増やそうという方針があって、そのために、制定したものです。で、目標としては60万人、2030までに増やすということで、であれば、世界中から、引き付けるために、こういった、2年間働きますという政策を打ち出します。というものですね。ただ、注意点が、主に3つあって、1つが、まあ、書いてある通りなんですが、現地でそもそも9ヶ月以上、就学、現地で勉強しないとこれ降りないんですね。となると、例えば、東高のハルトの場合は、1年生の MBA、1年生のマスターなので、その後の最低9ヶ月以上、現地にないと降りませんと。ということであれば、ハルトの場合はですね、後でちょっと説明したいと思うんですが、現地入りできる、日があって、遅くとも10月4日までに、現地にスタートして、なので、今年の10月です。4日ですね。現地にスタートして、そのまま卒業すれば、卒業した後、働けると。まあ、通常、当校9月入学なんですけど、フレッシブルに入学する日を与えていて、10月4日までに現地でスタートすれば問題ないと。これが1つ目ですね。で、2つ目がですね、これは2年間限定の
ビザなので延長ができないと。例えば先ほどのアメリカですね。例えばアメリカで、いわゆるステムディグリーという理系の学位を取ると3年間まで OPT 延長できますというのがあるんですけど、それはイエスではなくて、これは2年間限定。で、そのイエス再延長はできないというところですね。だからその後働きたい、残りたいのであれば、もちろん会社から就労ビザのスポンサーを得る必要があると。最後にですね、これがいわゆる永住権ですね、のカウントにされないと。なんか分かりやすく言うと、国によってはですね、例えば留学中にその年数が永住権の年数にカウントされて、そのまま、例えば、その後働くと永住できるというか、例えば分かりやすく、香港でも、例えば香港で、学習後4年間、香港で勉強して、その後、例えば3年間働くと永住権を得ると。なので、その勉強してる期間も含まれるんですけど、イギリスの場合は、この永住権の年数にはカウントされないと。なので、この2年間、働いた後にも、さらにまた5年間、働いて、もし永住されてならば、なので、2年間プラス5年間、7年間、最低でも働く必要があると。まあ、注意点はそうですね。この主に3つであるんですが、これは非常に何でしょうね。今、ホットな話題になってきていて、このニュースが出て結構、ハルトも、今年イギリス行きたいという方も非常に増えてきていて。なんか今までイギリスの卒業生聞いてると、なかなか大変だと。イギリス働くのは。まあ、こういった制度もないですし、直接企業からスポンサー入れるのも非常に大変なので、そうすると、こういった、アメリカ同様の OPT というのがスタートして、その後、会社側もスポンサーしやすくなるので、こういったチャンスが広がるという意味で。で、さらにこれは今年の7月1日以降に卒業した方に該当するので、もちろん、今年の9月に投稿入力いただいて、来年卒業されて、もちろん、これが適用されますと。はい。まあ、これについては質問とか、またいろいろあると思うので、また最後まとめてお答えしたいと思うので。なので、そうですね。まあ、投稿については、今年2021年入学日はもうすでに決定していて、で、先ほど申し上げた通り、イギリスの場合は、ま、9月に、もう決まってますと。ただですね、フレキシブルに、オンラインで、スタートされて、途中から、キャンパスに行くことも可能だと。で、その日程が3つ、もうすでに決まっていて。10月4日、10月25日。来年の1月10日までにキャンパスに行けば問題ないですと。なので、先ほど、まあ、9ヶ月以上現地にいる人がよくなれば、もう10月4日までに、イギリスのキャンパスで行けば、先ほどの、グラジュートルート、就労許可がおりますと。というものですね。ただ注意したのは、これはオンラインでスタート可能と書いてるんですが、もちろんこれ現地時間でやるので、しかもフルタイムでやるので、そうすると、なかなか働きながら、フルタイムで難しいと思うので、であればもう最初からキャンパスに行かれた方がいいのかなと、思いますと。で、まあ、というのもですね、まあ、トコは先月ですか、4月にスタディープロミスというのを出していて、これは何かというと、まあ、必ず全キャンパスをオープンしますと。もうすでにキャンパスをオープンしてるんですが、今年のクラスでもオープンしますというプロミスを出して、で、これ、数字はですね、いわゆるワクチンを現地で打っている方のパーセントが、最新のものが、5月3日なので、昨日ですね、昨日出ています。で、例えばロンドンとか見ると、もうすでに 65% 以上の方が、もう成人が、1回目のワクチンを打っているというデータがあるぐらいで、で、ハルトとしても、現地にいらっしゃる留学生の方にはもちろん無料で、ワクチンサポートをしますと。いうところであるので、まあ、こういったスタディープロミス、すべてのキャンパスをオープンして、ワクチンをサポートして、いうものを出していますと。で、実はロンドンとかもですね、これ実はですね、来月、6月末までに、このワクチンの接種率を 100% にするという宣言をしていて、実はこれ、ロンドンの数字見ていたんですけど、3月の時に、4割。で、先月4月の時に6割。で、すでにもう7割近く増えてまでいるんで、来月末までには 100% まですると。で、ロンドンの並みでそこは他のキャンパスに、ボストン、サンシスコ、ドバイも同様に、ほぼ全ての成人の方はワクチンを打てるような、そういった都市で学べると。いうので、今年9月ですね、入学皆さんならば、まだ、ロンドンでもチャンスがあると。というところで、最後にですね、私の方から、まあ、今後の、まあ、いわゆるアプリケーションの、締め切りなんですが、もうすでにラウンド5に入っていて、で、5月の27日ですね。これが締め切りになっておりますと。で、そこまでまでに、まだ今年の9月によって間に合うので、そうですね、ロンドンのみならず他のキャンパスもまだ間に合うというので、
ぜひ挑戦いただいて、カジーさんに教えていければ、サポートいただけると思うので。で、あと、奨学金ですね。まあ、間に合いますと。で、ここに書いてあるのはダブルディグリー、デュアディグリーの奨学金で、まあ、ビジネスアナリティクス、マスターファイナンス、インターナショナルマーケティングの奨学金がですね、この、ラウンド5で6割ないし 100% まで間に合いますと。ただ、この5月13日までだと、まだ、7割 100%。これはディグリーによってちょっと決まってるんですけど、まだ間に合うということで、この、ラウンド5が、この WD の奨学金の最後のチャンスというところでもあるので、まあ、奨学金のみならず、まあ、今年のマラセキのオファーをもらいたいというのであれば、ぜひですね、このラウンド5最後挑戦いただければ、今結構日本なんかもゴールデンウィークですし、まあ、緊急事態宣言とかも出たとニュースが出ていて、逆に、まあ、なんでしょう。集中するのはいい環境だと思うので、これをチャンスにぜひ挑戦いただければと思います。はい。あ、で、最後にですね、今後のイベントについて私のちょっとアップデートがあって、まずですね、来週ですか。これ、クオンツとエクセルのスキルのクラスをやっていただくというところで、実際ボストンからですね、ビジネスアナリティクスの教授が、実際にクラスをやっていただくと。で、これはアジアの方限定で招待されるイベントで。なので、それまでにオファーもらったアジアの方、まあ、日本とは見らず、アジアの方は、このクラスに実際に参加して体験できると。これが来週の、水曜日ですか、ね、あります。で、再来週ですね、オープンハウス、いわゆるオープンキャンパスが全キャンパスで、4日間ありますと。ボストン、サンフランシスコ、ロンドン、ドバイでありますと。で、これにも参加できて、実際のキャンパスの様子を見れると。で、その同じ週ですね。の、これ土曜日ですかね。5月の22日。これがですね、全世界規模で、コンファーム集団とゴーライブということで、まあ、いわゆる入学予定者の方が、グローバルイベントで、全キャンパスのオリエンテーションに参加できると。なので、これですね、いわゆるアジアのみならず、全世界からの入学予定者と、まあ、これ知り合えると。ボストンならボストン、サンシスコ、ロンドン、ドバイ、各キャンパスごとで、それで時間帯を分けてやるので、まあ、これにも参加できて、今年9月のいわゆる、同期とこれ会えるというオリエンテーションのイベントがありますと。はい。なので結構5月のイベントも目白押しで、まあ、ここがいわゆる、もう今ピークの時に来ているので、まあ、今回イギリスの特集ということがあるんですけど、まあ、イギリスのみならず他のキャンパスもまだ挑戦できるので、ぜひ挑戦できると思いますと。はい、駆け足ありましたが、私の方から、まあ、今回イギリス特集というのと、まあ、東国からのアップデートというところで説明させていただきました。早速、まあ、今日はせっかくなんで、皆さんがいろいろと質問を受けたいと思うので。まあ、ありがとうございました。はい。はい、そうですね、何か質問があれば、チャットでですね、いただければと思います。なんか来てますかね。ちょっと今見てみると。はい。早速2つ、なんか、来ていますね。1つが、ありがとうございます。ロンドンのキャンパスの学生は、アシュリッジのキャンパスを使う機会ありますか？なるほど。多分この方、アシュリッジについて、多分、ご自身で研究されたと思うんですけど、トーコの場合、いわゆるアシュリッジっていう、いわゆるエグゼクティブ層の、エデュケーションをやっている、まあ、スクールを買収しました。で、そこと提携しているんですが、ただ、当校のマスター、もしくは MBA やってる最中に、特にこのアシュリッジのプログラムに参加することはないですと。特に、結構、意外と距離もあって、なんか、このアシュリッジってあれです、ハリーポッターの舞台になったお城なんですけど、結構、車で、行かない、1時間ぐらい行かないと、行けないので、基本的には、まあ、収支に行く機会はないんですが、ただ、ハルトプライズっていう、いわゆる企業コンペですかね、ビジコンに参加すると、そこのアシュリッジのトレーニングのプログラムに参加できるので、もしそういった、なんでしょうね、いわゆる企業コンペに参加して、それで勝ち進めば、アシュリッジに行けると。
いうのはありますね。ただ、基本的に通常のコースでは Azure Summitのコースはないので。まあ、皆さん、まあ、観光、いわゆる観光というか、先ほどの、まあ、ハリーポッターのお城でもあるので、まあ、そこに行きたいという方は、皆さん車とか電車とかで行く方はいますね。あともう一つ、質問。あ、そうですね。ロンドンキャンパスで学ぶ学生の国籍はどういう国が多いですかと。うん。やっぱこれはいい質問で、結構、当校の場合、まあ、アメリカ、もしくはまあドバイとかキャンパスなんですけど、結構、まあ、基本的には公平にするように、国をバラバラにしてるんですけど、ロンドンの場合は、少しヨーロッパの方で比率が多いです。他のキャンパスと比べると。まあ、というのもヨーロッパの方で行きやすいというのもありますし、ロンドンから行ってその後他のところにローテーションするみたいな方も非常に多くて。なので、まあ、他のキャンパス、アメリカとかドバイ比べたら、ちょっとヨーロッパの方で比率が多いかなと。ただもちろん全世界から、アジア、アフリカ、アメリカから、皆さんロンドンに来ているので、そこはなんか心配するしないかなと。特に当校の場合、そういったダイバーシティ、国の多様性を一番大事にしているので。なんかヨーロッパ人だらけになるとか、むしろそういうのは一切ないので、むしろイギリス人の方も昨年 3% なので、うん、むしろ現地のローカルの方はほとんどいないと、ほぼ留学生の方で集まっている学校だというところですね。うん、なんか他にも来てますね、質問が。そうですね、ちょっと私から質問なんですけれども、はい、よろしいですかね。はい。イギリス、まあ、この OTP の話で、9ヶ月滞在というようなお話あったんですが、その場合ですね、ハルトの、まあ、1EIMBA の場合だと、メインキャンパスをロンドンに選んで、その後ローテーションというのは可能なんでしょうかね。例えば、アメリカとかドバイとか、その場合は大丈夫なんでしょうか。あ、それは非常に鋭い質問で、基本的には、まあ、9ヶ月なんですけどね。まあ、1年間、ロンドンで、まあ、当校 NBA マスターを取って、その後すぐに働いてくださいと。例えば、最初9月間ロンドンに行って、その後ローテーションで、アメリカとか、もしくはドバイとか、上海とかに行くと、その後戻ってきて、ということも可能であるんですけど、基本的には、ずっとロンドンに行って、その後すぐに働いてくださいと。あとは、ダブルディグリーですかね。二つ目のディグリーはアメリカなので、例えば1年間、ロンドンで MBA 取って、その後、二つ目のディグリーはアメリカで取ると。その後戻ってきて、ロンドンで働き方、そういったわけではないので。一旦アメリカに行くと、まあ、この、ブラジルルートは、なくなってしまうので、ロンドンで働きたいならば、最初、この1年間、終了して、そのまま働いてると。で、それが、12ヶ月ですね。うん、12ヶ月、ロンドンにいましょうという形ですね。基本的にはそうですね。あ、そうですね。はい。なるほど。例えば、ちょっとそれが厳しいなというのであれば、例えば、途中からアメリカに行って、アメリカの W リーグ取ったら、アメリカで OP って言う、ね。うん、まあ、そういった選択肢もあるというところですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。いえ。なんか、私の一つ、もう一つ来ているのがですね、はい、あ、9月入学に間に合わなければ、次の募集はいつになるんでしょうかと。うん。9月入学ですね。まあ、この9月入学の、募集は今、5つ目のラウンドなので、まだ全然間に合いますと。それが間に合う場合でも、例えば間に合うのいろんな事情があって、例えばお仕事辞めないとか、あと英語のスコアが間に合うとか、いろんなことあると思うんですけど、その場合に来年、9月に挑戦ができるんです。まだそれはオープンしてないので、もし来年をちょっとまだ目指しているということであれば、まあ、一旦今年で、挑戦していただいて、それを、来年に、いわゆるディファラルという制度があって、1年間延期できるので。なので、まあ、もうすでに来年に興味があるならば、もうすでに、一旦今年で挑戦いただいて、来年にディファラルできると。そうすると、そのメリットとしては、一旦その席を確保したまま1年間、その準備に集中できるというのと、奨学金も、同様に、来年の向けて、同じ奨学金の枠がディファラルできると。あと、授業料もですね、毎年、3% ほど値上がりしているので、それも、今年の授業料で来年勉強できると。そういったメリットが。なので、もすでに来年ちょっと行きたいなと考えている方は、もうすでに挑戦する方も実は非常に多くて、来年の枠も実際にもうすでに、まあ、いわゆるその
なんか何でしょう、一切合戦というか、もうすでに始まっているというイメージなので、まあ、答えすると、そして来年の、まあ、今年間に合わなくても、来年にそのオファーをずらすことはできると。ということですね。ありがとうございます。他に質問は来てますね。そうですね。あ、ちょうどこの、画面のところで、オンラインスタートから可能というふうに書いてるんですけれども、うん、これあれですかね、まあ、基本出願というか申請はワンイヤーの対面の MBA で行って、ただあれですが、仕事の関係でこの最初のスタートの9月の14日に間に合わない場合はちょっと遅れ、4月のうちはちょっとオンラインでやって、その後行くっていう選択肢ができると、そういう意味ですかね、このオンラインスタートが可能というのは。あ、おっしゃるとおりです。ちょっと私の方で詳しく説明しなかったです。このリミットレスラーニングというのは、はい、おっしゃるとおり、ちょっといけないよという方に、リミットレスで学ぶ機会を与えようというところなので、例えば、この9月の、例えばロンドンだと14日のインベルに行く間に合うと思ったら、オンラインで、オリエンテーションに参加して、最初の授業をオンラインで受けていただいて、で、行ける10月4日、10月25日、遅くとも来年の1月10日までに行っていただければ、全く問題ないですと。そういったオプションを与えているのが、この、いろいろリミットスラーニングではあるので、うん、まあ、特に実はこれに書いてないんですけど、ライブオンライン MBA というのも、ライブオンライン、例えばマスターというのがあるぐらいで、最初からもう全てオンラインでいうことなんですけど、キャンパスで行きたい方でも、こうやったオンラインでスタートできるように選択肢を与えている。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あとですね、まあ、以前私の生徒さんからいただいた質問なんですけれども、まあ、ハルトは基本的には IELTS、TOEFL、それからまあ TOEIC でも受験ができますよというようなお話で、私もそういった形で、皆さんにご案内してるんですが、ロンドンキャンパスの場合は、あれですね、IELTS でなければいけないというようなお話でしたよね、確か。あ、それは素晴らしい質問で、今まではそうだったんですよ。今まではTier 4 ビザっていう、イギリスの、いわゆる学生ビザですね。取るためには、IELTS UKVI っていう、ビザ用のが必要だったんです。ただ、これ実は昨年、2020年から政府の方針が変わって、何でもいいです。TOEFL でもいいですし、普通の IELTS、IELTS アカデミックでも、ビザおりますと。それは、この2001年、今年も、2021年も同様で、英語のスコアは何でもいいです。TOEFL、IELTS、通常のアカデミック、もしくは PTE という。ちょっと日本だとマイナーだと思うんですけど、もうそういったのを認めると。なので、英語のスコアは、その今までみたいに IELTS を UKBI になる必要ないんです。TOEIC も OK なんでしょうかね。あ、TOEIC はダメですね。あ、TOEIC はダメです、ね。TOEIC はダメです。なるほど。TOEFL、IELTS、PTE。基本的にはダメです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。なんかもう一つ質問が来ていますね。あ、はい。イギリスキャンパス卒業後の就職先はどのようなところが多いでしょうかと。で、他の国と比べて何か特徴はありますかと。あ、いい質問ですね。おっしゃる通り、キャンパスごとに結構カラーがあったりして、例えばサンフランシスコだと IT スタートアップ、テクノロジー系の、まあ、より GAR5 ですね。Google、Amazon、Facebook とか多いとか、一方ボストンは金融、コンサルが多いとかあるんですけど、イギリスの場合も実はそれがいい意味でなんか融合していて、もちろんコンサル、ビッグフォーとか、多いですし、金融。もちろん、先ほどもおった通り、金融の中心地でもあるので、都市銀行とか、あと、ブルームバーグとかも結構多いですね。就職先は。あとその、現地のメーカー、バーバリーとか、そういった、まあ、現地の本社のところに働く方も多いと。なので、その業界は、まあ、コンサル、金融、メーカー、まあ、問わず、皆さん、ばらけて就職されている。ただ、やっぱり共通しているのは、外資系、グローバル企業で皆さん課題。なので、ローカルの、何でしょう。企業に皆さん、基本的には、これはイギリスのみなんです。他のキャンパスも働かない。基本的にはグローバル企業で働いていると。業界はイギリスの場合、いい意味でバランスを取れている。なので、まあ、ファッションデザイン、金融、メーカー、コンサル、
なんかその就職のリストもキャンパスごとにあったりするね。なんかそのレポートも毎年出ているので。もしこの方、まあご興味あれば、まあ、カージさんにおっしゃっていただいて、で、私につないでいただければ、その資料とかも渡してくれると思うんで。何でしたラウンドテーブルとかいう、なんかあの、ハルトのキャンパスに、結構現地の企業の方とか訪問して交流会とかもありましたよね、確か。あ、そうなんですよ。定期的に、もうなんなら現地と企業とネットワークしていて、まあ一番大きなキャンパスフェアというのが毎年10月、4月あって、特にその4月の時は、インターン。実はこれのイギリス、今日は説明しないんですけど、イギリスって在学中も働けるんですよ。週20時間以内まで働けると。パートタイムで。そうすると、じゃあ夏の間インターンしないみたいな感じで。会社が来て、だいたい40、50社ですね。来て、そこでどんどん雇っていくと。そういった交流が、日々、定期的にあって、一番大きいのは毎年10月、4月。ただなんか毎週のように、なんか会社が来て、説明会するとか、人事の方と話するとか、それがあるので。おっしゃる通り、ラウンドテーブルというか、テーブル囲んで、どんどん、現地の企業とネットワークすると。で、それはもう1年間、1年通していく。感じでした。まあ場所も、これに書いてある、まあ中心地なんですけど、さっき話した通りですね。この、例えばこの、セントポール、これはいわゆる金融街の中心地、まあそういった、まあ現地の企業の本社があるところにキャンパスに構えているので、そうするとそういった企業と、もう日々日々ネットワークできると、そういった環境にあると。そうですね。私も実際、ロンドンキャンパス行ったことがあります。地下鉄、そうですね。地下鉄のどこの駅か忘れちゃいましたけど、歩いて5分ぐらいのところですね。うん、で、その後、大英博物館まで歩いて行ったのを覚えてますね。おお、そうですね。当時2分できると。はい、うん。そうですね。大体それぐらいだったですね。だから本当にもう中心街にあって、過ごしやすい、交通の便はすごくいいという形ですね。そうですね、建物も大きい、うん、4階建てで地下1階みたいな感じで、非常に大きい建物でしたね。うん、そうですね。ああ、それはロンドンのみです、他のキャンパスもそうなんですけど、うん、まあ、場所はいいところになっているのは、ロンドンも変わらずと。あとは、すごく面白かったのが、ロンドン、ハルトンキャンパス全部そうだと思いますけど、クラスルームの名前が全部都市名、各いろんな世界の主要都市名がクラスの教室の名前になってるっていうのが面白かったですね。確かに、ドバイルームとか、そうなんですよ。台北ルームとか、はい。全てガラス張りで、ちょっとここには見にくいと思うんですけど、全てガラス張りでクリアに、そのルームがあって。もうなんかもうすべて、なんかクリアで皆さん実際にディスカッションすると。それは例えばチームが個人の勉強とか。で、その部屋も、東京とかもあるぐらいですね。東京もありますし。うん。それはそうですね。それはロンドンです。私もボストンで勉強してます。ボストンも同様で。もうすべてガラス越しで。すべての部屋に各都市の、全世界の都市の名前がついてると。なるほど。あとはその他は皆さんありますかね、質問は大丈夫ですかね。そうですね、今日10名ほど参加していただいた、なんかせっかくなんでこれを、うんうん、まあ皆さん連休中で今集中できる時だと思うね。ぜひ聞いていると思うんですが。あ、私の方で。ロンドンのプログラムは先ほど拝見したところによると、MBA、MIB、MIM とありますが、他の学位はないのでしょうか。先ほどの、あ、これですか、ね。あ、そうですね。そうですね。それもいい質問で、ロンドンは MBA、MIB、MIM と。これはいわゆるマーケティングですね。だって、例えば他のキャンパスのあるビジネスサイエンスとかファイナンスは、ないですと。まあ、実は私の勉強して6年前ですね。このマスターファイナンスというのがロンドンにあったぐらい。
なんですけど、年々、春とはいい意味でプログラムを変えているので、今年は、この3つですと。例えばアメリカのこのSTEMディグリーと言われるビジネスアナリティストとかファイナンス、ロンドンではないので、そもそもSTEMってアメリカのみなので、3年間働けるというのが、ロンドンでファイナンスを取っても3年間とないので、これは2年間という限定なので、まあ、そういった意味で、例えばじゃあアメリカの OPT をもらいたいんだったら、ダブルディグリーでアメリカで行くとか、いう選択肢もありますと。ロンドンでは、MIB、MBA、MIF と。で、書いてるこの EMBA、これは現地にいる方が週末だけ受けられる、いわゆるエグゼキティブ MBA ですかね。ですとか、このパートタイム MSBA、これはいわゆる、これも同様にパートタイムでビジネスアクセスを学びたい方。なので現地にいる方が、じゃあ、週末だけ学びたいと。いうのもあったり、あとオンラインで、この MSBA でなら、ロンドン時間で週末だけ行けるとか、そういうのもあるんですけど、基本的にキャンパスだとこの3つ。MBA、MIB、MIB がロンドンであります。いい質問ですね。まあ、結構理系、ステム系を取りたいのが、まあ、基本的にアメリカなのかなと。ただ、その、MBA、MIB でも、このステムに特化する。昨年からスタートして、ステムスペシャライゼーションというのがあって。じゃあ、MBA でも、ファイナンスにメジャーにするとか、MBA でもビジネスライフスをメジャーにするとか、いうことも可能になると。ただ、その場合、アメリカみたいにステムの OPT がロンドンで降りるわけないので。アメリカのサネカ OPT を持っている方は、アメリカにローテーションもしくはアメリカにダブルディグリーを取りに行くと。ありがとうございます。非常にいい質問で。まあ、あとですね、私の受講生さんからよく聞かれる質問はですね、ハルトのこの競争率というか、合格率。うん、はどれくらいですかということをよく聞かれるんですね。うん。なるほど。そうですね。いわゆる倍率。チップとしては、そうですね、倍率というか。ですね、まあ、一応データあるんですけど、なんか時期によるんですよ。例えば、早い時期から挑戦いただければ、もちろんその分、学校まだ枠があるので、オファー出る確率は高いですと。一方、例えば直前、まあ、まだこの5つ目のラウンドでも大丈夫なんですけど、例えばもう入学の数ヶ月前とか、1、2ヶ月前とかだともうすでに埋まってますと思ったら、来年してくださいとか言われてしまうんですけど、まあ、基本的には、通年で、4割、40% は言われてます、ね。例えば、じゃあ10人挑戦いただいて、そのうち4名が合格してると。ただこれも結構国によってバラバラで、違ってくるので、まあ、全体のデータは4割出てくるんですね。毎年。国によってというのと、あと時期によってはもちろん、ばらつきあると。やっぱり早く応募すると、ダイバーシティという部分だとか、あとは各キャンパスの枠とかっていうところで、やっぱり早く出願した方がもちろん有利ということですよね。それはもちろんそうですね。そうですね。この学校もそうだと思うんですけど、おそらく日本の方も枠が決まったりとかするので、それはもちろん早めに。そうですよね。まあ、各キャンパス人気ありますからね、おそらく。はい。そうですね。特にボストンなんかは結構もう、毎年春ぐらい。ああ、ボストンですね。まあ、今年も春先も、このラウンド5なんて埋まってしまうと。うん。どうですか。うん。まあ、ボストンが一番人気です。ただ、他のキャンパスはまだ、全然いけると。まあ、そういうところでよく相談に乗られるのが、早く出すのはよくわかると、わかりましたと。まあ、他の学校もそうだと思いますから。ただ、準備がなかなかこう、まあ、できてないけど、早く出した方がいいのか、万全な形で後から出した方がいいのか、すごく迷ってますっていうような質問もよくいただきますね。なるほど。はい、私も、10年前とか、私の準備して臨もうって感じなんですけど、そうすると、さっき話した、例えばですね、100% 準備して、じゃあ、英語の質問を取って出しますと、もうその時に遅いとなってしまったら、どんな言い方でも、学校側がちょっとこの方、日本の方はもうダメですよと言われてしまうので、早めにそのちょっと学校に意思を示さないと。で、学校側もやっぱりそういった、何でしょうね、入学の意思を先に示した方の方が優先的に審査をしてもらえるので。
もうそれ、それは通常のビジネスとかと同じで、どんなに準備してもビジネス、まあ、例えば予想外のことが起きたりして、100% の準備できないと思う。うん。うん、そこは一旦早めに、学校に意思を示して、で、その過程で、書類ですとか、インタビューの準備のしていただければ、全く問題ない。まあ、ビジネスと、まあ、ハルトに限ったことじゃないかもしれないですけど、やっぱビジネスと一緒で、こう、やっぱ決断が早いっていうことは一つ、まあ、審査基準というか、見られてる、まあ、一部でもあるかなというふうにやっぱ思いますね、そこは。ハルトとか、そのもんないですか。結構その評価のところが高いのは、この方忙しいのは分かっている。でもそういった中でこうやって結果を出すというのは。ああ、そうですよね。必ず10日に活躍できるぞと。まあ、そこはやっぱ見られていて。結構本当に私もまあ見ていて、アドミッションとかも3年ぐらい休んでるんですけど、結構結果出る人ってオファー出てる人は、スピーディーに、ポーンと来てることが多くて。やっぱり例えば、まあ皆さん言ってほしいと思うんですけど、それでなんか書類とか、滞ってしまうと、ちょっとこの方本当に興味あるのかなと聞かれたりとか。本当にオファー出てる方は、非常にスムーズに出ているので。まあ、ハルト自体がとてもあれですね、決断が早くて、いろいろこうビジネスのこう環境とか、研究をして、カリキュラムもそうだし、いろいろシステムっていうのをどん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 こう改善していってるイメージありますからね、ハルト自体が非常にこうディシジョンメイキングが早いですからね、やっぱりそういうところに、ある程度。見てるかなっていうように感じることもたまにありますね。なるほど。私のこの3年間でもだいぶ変わりましたね。そうですよね。プログラムとか、この、秘密つなぎとかなかったりとかし、非常に、まあいい意味で変わってきてると。で、そこは、まあ学生にもそういった方に来てほしいと。というのは、その一緒にビジネスを作っていく方に来てほしいと。そうですね。なるほど。わかりました。今日は大丈夫でしょうかね。他に質問はないですかね。大丈夫でしょうか。私のことは一旦 Q&A のところはないので。なんか、ハリさんの方には来てますか、ね、他に。そうですね。ちょっと私からも見え。現時点では来てないですけどね。うん、言いました。まあ、ちょうど40分、ぐらいだったので、もし、お金をご質問なければ、ちょっと一旦今回の説明会はこれで終えたいと思います。また、何かあれば、もういつでも、NBA ラウンジの川尻さんにおっしゃっていただければ、私もいつもつないでいただいて、お答えできるので。そうですね。追加で質問があった場合はですね、この、まあ、リンクをお送りしたときに、お届けしたそのメールに返信する形で、聞いていただければですね、迅速に回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、まあ、しっかりと準備をして、なるべく、あれですね、早めに対応して、出願に間に合うような形で、準備の方を進めていってもらうといいのかなというふうに思います。まあ、不明な点あったらいつでもサポート、行ってますので、まあ、無料でそういったところを行ってますので、いつでも聞いていただければと思います。はい。というところで、あとは大丈夫でしょうかね。そうですね。質問ももう特にないようなので。はい。そうしましたら、じゃあ本日は以上ということで一旦終了したいと思います。岩田さん、今日はどうもありがとうございました。ではこちらこそ、お休みのところお時間ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。